これってもしかして愛？Thank you.
The sun shines bright. Just try to hit me. Studied in school with me. No one remembers the name of a soldier who doesn't fight. Come on, just try to hit me. Thank you.
unleashed. This is a big one! Evil deserves no corner!
You bastard! You're going to like me! That was quite an adventure, wasn't it? Sure beat picking up trash on the beach, if you ask me. However, I couldn't have done it without all of my friends who helped me out along the way. And that includes you. Thank you for all of your support. And I hope we meet again, in this world or another.
こんにちは、ソフィー役の河野まりかです。話しかけてくれてありがとうございます。ソフィーちゃんを演じさせていただいてですね、本当に楽しい毎日でした。ソフィーちゃんって本当にいろんな表情だったりとか、登場シーンとかのちょっとこう、なんでしょうね、砕けた部分だったりとか、現代人っぽいところのくたびれた感じも大好きなんですけど、いろんな表情を見せてくれるソフィーちゃん、元気なソフィーちゃんをこれからも見守っていてくださいね。さあ皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。Thank you for your companionship during this long adventure. I could not have asked for a more noble warrior of light to be by my side. May hope guide you in the future. But remember, not to follow it blindly. Keep an eye out for the runes. You never know what stories they may hold. セイラ役の原由美です。いや本当に長い期間メビウスにはセイラさんにはお世話になりまして、特にセイラの場合は最初の光の戦士編の時はたまにこう収録がポツポツポツってある感じだったんですけれども、後半の破滅の戦士編になったら割と毎月のように来させていただいていて、いやすごくたくさんセイラさんに触れることができて幸せだったなぁなんていう風に思っております。本当にセイラさん演じさせていただくにあたって最初もねすごくキャラ作り、最初は操られている王女なセイラさんで、その途中ぐらいからまた村娘なセイラさんを演じさせていただいたり、最後はねウォルの妹としてのセイラを演じさせていただいて、本当にその度にキャラ作りを一緒にこうスタッフさんとたくさん一緒になって作り上げていけたので、私としても本当にセイラさんのこんなたくさんの姿表情を演じることができてすごく幸せでした。はい、なので本当にまた皆さんにお会いできる日が来るといいななんていうふうに思っております。最後までゲームをプレイしてくださって本当にありがとうございました。Hello, this is Graf. Thank you for playing in our world. Safe travels, my friend. Plenty of fiends out there. They bite. There's one now! I'll tear that, you fiend! みなさんこんにちは。グラフ役の竹内俊介です。この度、グラフの出番がね一旦終了したということなんですけれども、すごく期間的にですもんね、期間的にも長くお世話になりまして、気がつけばグラフが割と日常の一部になっていたような、気がしていました。そんな彼とねちょっと一回お別れするのは寂しいですけれども、またどこかね機会があればねグラフがまた復活してくれて、今度はねちゃんと自分自身いい人間のところをね、
多分彼は気づけたと思うんで、今度はそっちの方で頑張れる人になってるんじゃないかななんてことを期待しながら、次の展開を楽しみにしております。竹内俊介でした。ありがとうございました。Many thanks for accompanying us on our journey all these years. Stay hopeful, but not too hopeful. メイヤ役のマオです。皆さん、こちらでは初めましてですね、ありがとうございます。青の魔女として初めて登場させていただいてから、まさかまさかこの第2部破滅の戦士編の最後までこうメンバーとして共に戦っていけるとは思っていなかったので、すごく私自身もとてもとても楽しかったですし幸せでした。まさかメイヤさん自身のことにも触れていただいたりとか、なぜ彼女がこう立ち向かっていったりこう戦う姿勢があるのかっていう、そのバックボーンのようなところもしっかり描いていただいて、さらにはプレイアブルキャラとして皆さんと一緒にそうですね、皆さんとして戦わせていただけるとは思っていなかったので、本当に何でしょう、すごくすごく幸せでしたし、メイヤさん自身の怪しげな雰囲気だったりこうどこかつかめない感じのお芝居もこう演じさせていただいていて、とても何でしょう、新鮮で勉強にもなりましたし、なんか大きく私自身も成長できていたらいいなと思うキャラでした。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。最後まで遊んでいただきありがとうございました。Letting me tag along with you on this journey. Which echo was your favorite? Mine was that creepy marionette echo. I like to freak Wall out every now and then. Keeps him on his toes. Oh, remember, you don't have to follow Palamecia's laws outside of the game. Well, until the next adventure. Mobius Final Fantasy Echo 役の丹下さくらです。皆さんここまでプレイしてくださってどうもありがとうございました。半年ぐらいかなってお聞きしてたら、なんと5年以上続いて本当に嬉しい限りでね、すごく長く続いてよかったです。エコーといっても後半の方は
すごくいろんなエコーを担当しまして、ゴルのそばのエコーだったり、メイヤのそばのエコーだったり、エコー族として演じてちょっと大変でしたが頑張りました。これからも皆さん、また頭に戻って何度もプレイして、できるんですかねそんなこと、頑張ってプレイしてみてください。ずっとずっと楽しんでいただければ幸いです。エコー役の丹下桜でした。Thank you for playing and coming along with me on this adventure. I didn't want to wear this much clothing, but they made me dress up. We've been through a lot. Not even Palamecia can take that away from us. May we meet again. And remember, don't believe Echo's lies. どうも。オル役の島崎信長です。はいはい、どうもありがとうございます。なんかあれですよね、ゴルの見た目からただの僕が出てくるのって不思議ですよね。はい、本当にね、プレイしていただいてありがとうございます。5年ですか、なかなかないですね。しかもこうやってソーシャルゲームでね、継続的にストーリーがしっかりあって収録させていただいて、毎月のように撮ってたんですよ、メビウスは。いや、長い付き合いになりましたね、本当に。うん、いや本当皆さんにね、楽しんでいただけてたら本当に嬉しいなと思いますし、最後までメビウスファイナルファンタジーお楽しみいただけたらとっても幸せです。というわけで、島崎信長でした。モル役でした。はい、どうもありがとうございました。